どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、本社に、4名、集まりましたんで、今日は、たくさんの、人数で動画アップしていきたいと思います。何を喋ろうかというと、まあ我々は勝田皮膚株式会社の小売事業部 M2 プラントのスタッフになるんですけども、まあ国内の宮崎県の縫製工場がベースになります。そこでじゃあ M2 プラントのオーダーとは何かと、まあ個々によって、その会社によってそのオーダーのやり方っていうのは変わってくると思う。例えばフルオーダーがあったり、パターンオーダーがあったり、イージーオーダーがあったり、カスタムオーダーがある。これはもう会社によって、全然変わっていくんで、M2 プラントというのは、じゃあこういうオーダーですよっていうことを、今後動画でアップしていきたいなということから、まあ始めました。そこでまあみんなに、来ていただいてるんで、来てるんで、せっかくやから、まあ一人一人に、これから M2 プラントは何を伝えていきたいのかっていうことを言っていていただきたいと思います。じゃあ浅見から。はい。ですね、M2 プラントのオーダースーツというのはですね、まあ結構オーダースーツって皆さん敷居が高いイメージがあると思うんですけれども、もっともっとこうオーダースーツを身近に感じていただく、気軽に作っていただけるというところを目指して、まあお店を始めたわけですね。一応 M2 プラントっていうね、お店の名前はメイドフロムミニプラントと。おお、来た。そうなんです、うん。まあそんなに、まあいっぱいいろんな縫製工場がありますけど、めちゃめちゃ大きいわけではないんですけどね、うん、うちの縫製工場っていうのは。日産210やんね。そうですね、うん、もっと寝るところもあるんですけど、やっぱり そういうやっぱりこうお店と工場とお客さんとこうね、近い距離でやっていけたらなと。職場やもんな。そうです、うん、そうなんです。そういうちょっとね、こうコンセプトというか、うん、地域に根ざしてみんなと一緒にこう育っていけたらなという思いでやってるんですけど、まあそんな感じでいろんな動画をアップしてるんで、今後もね皆さんにこう楽しんでいただけたらなと思っております。はい、じゃあ、杉本マネージャー。はい、浅見もすごいいいこと言ってくれて、ちょっと緊張しますけど、うん、そんなにいいこと言うてない。うまいこと言うなと思ってたんですけど、そうなんです。まあ、M2 プラントのスーツはやっぱりメイドインジャパンですね。うん、宮崎で純自社工場で全部縫製しておりますので、やっぱり日本のものづくりってやっぱり世界に誇れるものやと思うんですね。でやっぱり品質も高いっていうことなんで、うちはそれをそのずっと守り続けているというか、今後もその形で皆さんに高品質のスーツをお届けできるように頑張っていくというか。はい、いいね。いいのかですかね、うん、今。まあうちはあれもね、なんていうの、直売でやるのに対して、採寸、まあ、いろんなお店っていろいろオーダースーツ店舗であると思うんやけども、そのお客さんから受けた仕事を、まあ、ここはこの仕立ては この工場、この仕立てはこの工場と書いて分けはる、そのお店もやっぱあると思うんですけども、まあ、うちの場合はあれやもんね、言うたらその自分とこの縫製工場がどういうふうな縫製をするかとか、どういうふうなデザインができるかということは年々、まあ、増えていってるし、一つ勉強するところが一つなんで、お客さんのその好みっていうのはもうすごい反映しやすいと思うんやね、言うたら。やっぱりこうただまあ、イメージだけで、まあ、大体そのお客さんのこの商品はここに振るというのは、まあ、採寸者のエゴになっていくのかな。まあ、我々はそのお客さんのがどう喜ばれるかということを一つを大切にして、工場のものづくりに反映さすんで、その点ではうちの大きな強みと思います。じゃあ次は新人の、はい、岩田君ね。岩田新人じゃ初登場やんな。初登場になります。岩田直道です。はい、直道はもう何年なの。もうじき2年。ああ、そ
ね、はい、まだ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 これからまだまだ半日まあ浅いないまだまだ浅いんですけどえな富士山で言うと何ふもとぐらいそう、ね、2合目ぐらい先はちょっと長いですけどもいやいやいやそうやな言うたらでもこれからなどん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 こう工場のこと分かってもらってものづくり分かってもらってなお客さんのことのどういうふうにやったら、まあ、お客さんが喜んでもらえるかってこう今勉強中のところやねそうですね、うん、いろいろ仕事してあの直道の場合はお客さんがあれやもんね若いでもこうリピーターって言ってあれやけどもその自分を探してあの来るお客さんも浮いてるもんなまあもうどんどん増えていってくださったら嬉しいなと思います、ね、あ, ありがたい話がないですね、はい、バチッて言うてバチッと決めていきましょうか、うん、分かりましたかしこまりましたかしこまりましたかしこまりましたやっぱ M2 プラントっていうのは先ほども出てたんですけどもやっぱり自社工場なのでまあ、こうデザイン編ってたくさん紹介があったと思うんです、まあ、なのでこうイージーオーダーでもこれだけのことがこれだけたくさんのことができるんだよっていうのはすごくこう M2 プラントならではの強みなんじゃないかなと思います、うん、でまたあのその自社工場なんでお客さんからの要望対応っていうのはすごくやっぱりスピーディーにできると思うんでここも非常にいい点じゃないかなと思ってます、うん、であのさっき浅見会長おっしゃってくださったんですけども、まあ、より身近に感じてもらうということも必要なのであの接客でもこうよりお客さんとこう親しみを持って接して、まあ、お客さんがこう気軽に何でも聞いてくださるようなそういうお店をまあ目指していけたらなと思ってますんでこ の, あの YouTube っていうのもその親しみの一環として、まあ、今後どんどん上がっていくと思うんで、まあ、ぜひちょっと見ていただけたらいいかなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。お前 24 です。24でそんなしっかり喋ったらあかんてしっかりかもうあっさみなんかもうええこと全然言うてんねんよお前あっさいあっさいお前これだからあさみって言うからねうん、おいやほんまにほんまにあんま褒めたらあん調子乗るから言うたらもう動画でも知ってるの見たもんナポレオンのこれあれは拝見しましたうもうあれ、まあ、もうまたこれまた今度あのピスポケット編でまたやっとるからまた見てるまあそうそうまあそういうことで、みんなで、はい、いろんなスタッフたちと、一緒に動画を、上げていきたいと思いますんで今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございます。オーダーチャンネルを面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方は動画の概要欄から PC の方はこちらにあるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。